今日は豚のホルモンガツ胃袋を使って焼きそば作っていこうかなって。お昼にさ、すんげえ腹減ったからもう早速作っていくよ。2つ買ってやっぱり胃は大丈夫かな。じゃあ熱いなね、こういう感じにできましたね。味どうだべ。まず肉、うん、歯ごたえすごいな。なんか言いたいんだけどさ、ずっと口に残ってるな。うん、美味しいな。メインのそば。うん、あの、源たれ？源たれだけだと多分しょっぱいか甘いか。なんかちょっとあの、なんつだろうね、限定だけだとしょっぱいと思うんだ。だけどこのソースの甘みとかさ、いろいろ混ざっててちょうどいい感じだ。あの市販の焼きそばのソースとかに近いかもしれない。うん、いいね。限定とソースの相性いいよ。うん、いや、あの市販で売ってるソース、焼きそばのソースとか、あの粉のやつとかあるじゃん。あれよりもこっちの方がいいかもしれない。スタミナ源たれとトンカツソース、ブルドッグのトンカツソース、この2つ使ったんだけども、ね、すごく美味しいその辺の焼きそばの、なんだろう、売ってるソースとか、セットで売ってるやつあるじゃん、大手のね、に入ってる化学的な、なんつうだろう、粉のやつよりもずっとこっちの方が美味しい。うん、まあこれがいいわ。で、なんかちょっとお店の焼きそばみたいな味する。うん、うん、いいね。あの、いろんなもの入ってるじゃん、スタミナ源たれってさ。読むとさ、醤油で、りんごの加工品、砂糖、玉ねぎ、生姜、発酵調味料、にんにく、料理酒、香辛料、調味料とかね、そういうの入ってて、のソースだって、まあ、いろんな野菜とか入ってるわけじゃん、ね、そのいろんな味のバランスがね、なんか調和をとってるというのかな、
ちょうど俺の好きな焼きそばの味になっちゃった。うん、すごく美味しいな。焼きそば屋に行く必要ないかもしれない。うん、ちょっと硬いから。うん。またこういうさ、殺伐とか雑然としたさ、全然片付いてないようなさ、エアコンプレッサーもずってるじゃない。ね、いろんな冷蔵庫とストッカーか。ある中で食うのもいいな。綺麗にしてる部屋とかさ、店とかじゃなくて、こういうとこで食うのも私いい。うん。お上品なことは他の人に任せりゃいいんだって。ね。美味しい。あ、本当に食べてる間からな。いいね。原タレとトンカツソース、ブルドックのソースね、この2つ合わせればすんげー美味しく焼きそばできるから、まあ、ぜひやってみてほしいなって思います。本当におすすめ。なんとなく思いつきでやっただけなんだけども、本当に美味しかった。おすすめです。